どうも横浜イゴサロンの藤森です 本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日もね、詰子講座ということで、実践に現れやすい詰子を一台やっていきたいと思うんですけども、さあ早いものでね、今日からまあ11月ということで、いよいよね、2022年もあと2ヶ月ということになりましたけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ11月もね、なかなかイベントがね、盛りだくさんということになりますけどもね、えまずは3日ですね、えー、次の文化の日、夜7時からね、万波かな先生とライブ配信の方もしていきます。そして11月6日はですね、 なんと、私、第3回、聖地日光囲碁祭りというね、イベントがありまして、まあ、栃木県の日光ですね、で、イベントがあるんですけども、そこにですね、まあ、指導後ということで、ちょっとご招待いただきましたんで、まあ、普段はね、会えない方、そしてこのチャンネル見てるよなんて方ともね、お会いできるチャンスかなっていうふうにもね、思ってますんで、ぜひね,ね、金曜日まで申し込み可能ということになっておりますんで、概要欄にね、そのリンクも貼っておきますんで、ぜひね、聖地日光囲碁祭り行ってみたいな、青日光でも囲碁の祭りあるんだなんていうことでね、知らないようなんて方もいらっしゃいます。 すると思うんで、まあそういった方ぜひ概要欄のリンクから見ていただけたらと思います。えー、ぜひともね、あのこのチャンネル見てきたよなんて方はね、お声掛けいただけると私も非常にね嬉しい気持ちになりますからよろしくお願いいたします。はいということでちょっとね、マラ批長くなってしまいましたけどもどうでしょう。皆さんその間に溶けましたでしょうか。さあこの形もね、まあ、比較的できやすいんじゃないですかね。これコモックにコスムテ最近増えてますね。でこんな風に手を2回抜いて、えー、これでちょっとね、えー、息苦しいなって形なんですけども、これ滑りからこんな風に打つ手もありまして。 さあ、ここで、えー、白が付け越してきてから付けたとき、これでどうやってこの黒いきますかということで、まあ実際に現れやすいんですけど、結構ね、面白い手筋もいろいろ含んでおりますんで、今回答え見ていきましょう。さあ、これね、まあ、どうするかということで、えー、これ例えばね、こんな風に取られそうだからって、つなぐのは渡られてしまって、それからこんな風に打ってもですね、今度これスペースがちょっと足りないですね。出ていかれて、まあ、下がりでも跳ねでもね、いいんですけども、こう打たれると、ちょっと目ができるスペースが一眼しかありませんね。はい、ということで、 でじゃあどうするんだいということですけどここはねやっぱ決めずにですねこれ黙って当てる手が正解ということになります。さあこれでですね白が例えばこっち当てちゃうともうこれポンと抜かれてここに一眼ですよね。 そしてもう一つ、ここにも位置がありますね。これ出ても抑えて、ここに位置がありますし、できますね。かといって、いきなり置いてもこれも分断されていて、この一目やはり取られていますから、ここで二眼ということになります。ですから、ここにポンと抜かれちゃうと、えー、結構目がね、えー、できてしまうということなんで、白としても、こんな風に、えー、下がって目をね、取りに行きたくなるわけですけども、まあ、その時にここで実… ゆっっくりとま、えー、まずこの2目を取っておきますえー、でもこれは、なんかこのように来て目がないじゃないかと、えー、ここの一眼しかないぞってちょっと思うんですけども、この時に今度跳ね出すのが非常にいい点になります。で、ここで、 切られても、ここで当たりだからといって、慌てて抜いてしまうのは良くないですね。抜くと、これ、一目取られて、ここの一眼しかやはりありません。ですけども、この時に、そうですね、こちらに打つのが大事な手筋ということで、ここに打つとですね、この二目を打って返しで取りながら、この一目を当たりにすることができているということなんですね。これ取られても取ればですね、わかりやすいんですけども、こう、ここの一目取れてますよね。 はい、ということでここでですねなんと跳ね出す手が出てくるよということで、まあ、じゃあ白この手でじゃあこう当たりにして。 えー、取らせてから、じゃあ、こう出ていけばいいんじゃないかと。ちょっとこれもね、思うわけですよ。すると、確かに一眼だということなんですけども、ここでまたうまいですね。ここに当てられた時に、やはり、打って返して取る手が、同じね、筋なんですけども、テクニックということになります。これで、やはり取れませんから、次取られる手がありますんで、ついでくれば、もうこの時点で2目を取って一眼あるんで、まあ、あの、ここに何か一眼作っておけば、 もうここの1眼とこの左の1眼で2眼だよということになるわけですね。はい、ということで今回の筋はですね、まあ、こちらに当てた後のこの打って貸しが見えたかどうか、そしてあとはね、下から当たりもね、非常に惜しいんですけども、これはね、実はこうにもならないんですね。逃げられてしまって。 で、えー、今度同じようにこう打ってね、まあせめてこうにしていこうと思うわけなんですけども、まあこうでももちろんね、これ正解はね、無条件でしたから失敗なんですけど、これさ,さらにうまい数字で逃げる手がありまして、えー、これこのように2個取ってもですね、こちら側逃げられてしまうと、これ仮にこうに勝ったとしても1眼しかないんですよ。ここがね、 目がないですからね。欠け目ですよね。はい。で、ここはもちろん出てもこう、あ、ここは出てももちろんね、こう取られてますからね。はい。ということで、下から当たりする手は失敗。上から当たりをして、次に白さんが、ま、ここをなんか打たなきゃいけないんで、そしたらま、あ取ってても、これはもう二眼できてるよということになるわけです。はい。ということで、今回の問題はいかがだったでしょうか できましたよーとかね。いや、今日もできませんでしたーとかね。皆さんの声楽しく聞かせていただいております。はい、ということで今回もね、以上にしたいんですけども、まあ冒頭に申し上げた通り、聖地日光囲碁祭り、皆さんの参加ね、お待ちしておりますの、ね、で、ぜひ概要欄チェックをお願いいたします。まあなかなかほんとこうやってね、私も実は初めてです。あの、他県に 呼んでいいいいたただだてててそのの指導語を打たせていただくっていうのは実は初めてで、まあ、自分の囲碁サロンではもちろん打つ機会っていうのはねたくさんいただいてありがたいことにいただいてるんですけどこうしてなんかイベントに呼んでいただくまあ、してやしかもねプロの先生たちと一緒にちょっと打たせていただくなんていうことで、えー、大変ね恐縮ではあるんですけどもせっかくいただいたチャンスということで、えー、栃木県日光まで行きますんでねぜひお近くの方よろしくお願いいたしますそれでは今回もご視聴いただきましてありがとうございました毎日ねいろいろな動画上げておりますんでぜひともチャンネル登録なるに 高評価よろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ